ああ、俺も葵さんもな。しかし…どうして…一体何があったの？それを知りたいのは俺の方ですよ。どうなってんだこれ。ただでさえもうじき日が暮れるってのによ。夜の校舎すら普通に怖いのに、こんな廃墟じゃ…やめてよ、私まで怖くなっちゃう。落ち着けミノル、俺がいるから大丈夫だ。そうよ、葵は私が守るわ。気絶してたのってどれくらいかな。僕は小一時間と気絶していなかったと思うけど。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わってないし、通信で時間が合わせられなくてもこれくらいで時間が狂うことはないはずよね。じゃあそのわずかな間に何かが起きたってことか。破壊兵器とか天変地異で朽ち果てたとか。じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊された感じじゃない。長い時間をかけて朽ちていったような。気にはなるけど、今はラボラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。中もボロボロだ。床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。気をつけて歩こう。どうしたの？ちょっと大丈夫？ラブラモン痛むのか？しっかりしろ。私、救急箱を探してくるわ。保健室にならそういうのあると思うから。まずは1階から探そう。
2階から声がしたけど、どこなんだ？ダクマ、こっち！ああ、間違いない。教室の中だ。行くぞ！起きてんの？リョウ君の前に大きなイモムシ？なんだあいつは。アグモン知ってるか？知らない。でも怒っているようには見えないよ。あいつの名前は確かクネモンのはずだ。クネモン？その子は多分遊びたいんだよ。恐竜の化け物だ。化け物じゃないよ、アグモンだよ。化け物なんて失礼しちゃうわ。まったくだ。しゃべった。リョウ、とにかくアグモンも敵じゃないから、さあ落ち着いて。なんだよおめえ、下級生のくせに上級生呼び捨てかよ。この子、タクマたちの仲間なのか？どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。なんだか情けないわね。こんな時でもやっぱ嫌なやつのままで安心しましたよ。いいか、こいつだけじゃないんだぞ、ここの化け物は。幽霊もいたし、なんかすげえでっかい化け物もこの先に。この先ってどこら辺です？もしかしてこれってラップ音とか？どこから鳴っているんだろうな。あっちか、それとも。ふざけんなよてめえ、そんなことがあるわけ。リョウのやつ、ずいぶん怯えているな。ビビりすぎて幻覚でも見てんじゃねえの？いや、確かにこの者が言うように、この建物内に怪しい気配が漂っている。マジで？そうね、嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろうな。なあ、タクマ、あっちの方、写真を撮ってみようぜ。あっち？神社の時も何か変なもんが映ったし、もしかしたらここでも映るかもしれないじゃん。ちょっと、ミノル君、こんな時にふざけている場合じゃないでしょ。待って、葵さん。何もわからない状況だから、試してみようよ。もう、タクマ君まで。わかったわ。こんな時にカメラかよ。のんきなもんだな。ちっ、勝手にしろ。何か映るかな。早く試してみようぜ。